でも最後難易度を難しいにして遊びますか。そうだよ。ね。もう優勝決まっちゃったるんで、決まっちゃ、言えなかった。難易度を難しいにします。そのこと他の遊びして遊ぶとかね。そうですな。はい、難しいにした明日ね、OK。はい、難しいな。そのことすべてでやってみます。ググるのは2回まで。それは変わんないままで。ですね。うん、なんとか死守しないと。おそうということです。もう夜空どころかもう満面の黒さ。漆黒だよ。なんか誰が書いてるか分かるから面白い。荒ぶってるわ、みんなのペンが。荒ぶってる。荒ぶりかける6。なんかもう、みんなのマウスの動きがすごい面白いことになってそう。荒ぶってる状況でスタートスタートファイナルバトル、もう優勝者が決まってるからモチベーションなんか上がらないですね。さあ、さあ、来ました、いきなり。一回でも MVP を取りたいっていうやつは頑張って戦おうぜ。ですね、さあ、来ました。なんて読むんだ、これは。さあ、頑張ってください。難しいで1位取った人、もう優勝とか。ん絶対無理だもん、ね、さあ、いきなり難しいみたいですよ。お題が難しいにもやたら難しいもんとまだ簡単なもんがあるよね。ですね。いや、漢字が読めない。そっちこれはもうググるしかないんじゃないですか。いや、ググるにも読み方がわからないね。あ、そうか。なるほど。漢字やね。これはもしかして書かずに終わるパターンのやつやーってかな。それはさすがにまずいっすよ。ボニーでも書こう。わぁ、わらじ、わらじ、わらじ、そういう系統のもんでかな。わらじとはなんだ。わらじってなんだ。わらじ、わらじ、草履っていうか、なんていうかな、あの、おぉ、おぉ、あ、ゾウリ、あれ、ゾウリって読むんですか。あ、ゾウリです。あ、すいません。そういうことね。おぉ、おぉ、ついで、ライムさん、どうですか。お、意外とさらっとペンが進みますね。おぉ、終わり。終わった。いや、ちょっと待って、キャベツやレタスだったら難しいの意味ねえじゃん。ですね。季節の変わり目にあるやつで、普段は雪に埋まってて、オッケー、うん、そういうことか。服のと、おいおい、難しいですわ、確かに。服のとって難しいか。難しいな。うわー、ググります。知らない人は知らないさ。ググります。そりゃ最近、まあいろいろ話してる、夏で話してるので、服のとなんか出てくるか。といえば最近、吹きの塔がとか夏だぜ。夏終わったぐらいだぜ。9月入ってるぜ。え、冬とかあれだ。ああ、丸書いてもわかる。運動って丸を一つ書き忘れただけかもしれんじゃないか。さあ、どうでしょう、これは。王が多いぞ。王しか流れてないわ。ものすごいスピードで。やったことある人はわかるのかな、職種ですけど。なんかのゲーム的な感じかな。ですかね。今ちなみに僕がググったの、ググって出てきたのを書いてます。なんだろう、これを職種って考えたらいいのかな、分からんけど。なんだなんだ、なんか出てきたで。頭になんか乗っかってる。なんか刺さってる。これかな。カードみたいなのが刺さってる。教会のめっちゃ低レベルなこと書いてる。教会のなんとかですね、これは。なんていうかな、これドラクエ感があるんやけど。お、あ、思ったいいですよ、いいですよ、その、あれ、俺ドラクエ歴そんなに長い。おー、さすが僧侶、僧侶の神父って違うじゃん、神父ってあれじゃん、あの結婚式のやつだった、はい、あー、最悪だ。うわー、このタイミングでアリリ、そしてマメさん、マジうんこ。マジうんこだわ。何これ、まさかもう優勝が決まってる人がググるんですか。ググるんですか、ググるんですか。あ、まさか、あ、まさか、あ、なんか日本列島っぽいの書きそう。え、違った。あ、これマメさん自身書いた、自分書いた、これ。いや、多分これじゃないのか。え、あのね、やった、うわ、最悪。俺ズッキーニティでもこんなん出てきません。
来ましたよ、紅白さん。復活した紅白さん。何これみんな一言ずつ何これって言いますよね。どこと反応がワンパターンすぎるぞ。散らしてけ。何これへあ何これんどこといや、違った。あ、同じ。気が合いますな。気が合いますな。ちょっとわかんないんで、ググりますね。祭り事みたいな感じなのはわかるんやけど。お、ググっちゃいますか。ググっちゃいますわよ。ググっちゃいますか。え？ちょっと待って、これ何？ちょっと待って、何それ？初めて聞いた。経験を生かすんじゃないよ。やばい。経験を生かすな、習字とかやつだ。MVP の理由、経験。経験の差ですね、これは。さすが高齢者、高齢者って言ったらあかんね。高齢者ではない。高齢者ひどい、めっちゃ失礼。すいません。高齢者じゃないわ、最年長だ。最年長と言おうとして、高齢者って出てきてしまった。生きてる。生きてる量が違いますね。めっちゃ可愛いんだけど、何これ。可愛い。やばい、なんかすごいふわふわ感が。可愛い。こいつに名前つけてあげたいな。ですね。めっちゃ可愛い。ひどい。よし、こいつの名前ははい、どうぞ、めめ琥珀にしよう。琥珀言うと思ったあ、思った、プーギーかと思った。プーギーわかりますね。さすがん、なんだ、なんか出てきた、なんか口に入れてる。なんだこれ刺さってる、なんか親子。ああこれをなんて言うかってことかな。あ、イノシシの線もあるんか。ああですね、親恋親恋ですか。ウリボ、なんだあれ、なんだあれ、なんか矢印がある、なんだこれ、矢印がある、なんだこれ、ん、矢印がついて、イノシシなのか豚なのかですかね。ああ、その線はなかったわ。マジか。それはなかったっすわ。マメちゃん、ウリボウって言ったなって思ったら、ウリボウだなって思った。ダイミさん、琥珀さんと、あ、わかる。そうですね。あれ、この3人、さっきも協力プレイで一緒にならなかったですね。協力して、協力してくださいよ。協力して。書きにくいな、これ。どこからみんな書くんだろう。どこから普通にこれでいいか。早いな。どこから食べるだけさ、どっから食べるんかなって感じ。なるほど。頭から食べるわけない。なんか出てきた。なんかあるぞ。これ二人が書けるわけよね。あと一人誰か書いてない。ちょっと。あ、人だった。右の人、人だった。ちょっとめこんな感じじゃないっけ。あ、違う、これちょっと待って。なんか違うけど、そういう感じ。なんか右の人がこんな感じだった。ですね。ん？なんていうの？で、左の人がやらないか、迫られた時に逃げようとしようかなって。あ、じゃあって戦おうとしてる。うわー、あ、またーかい。あら。あらららららら。273でも取ってる。難しい。うわなんてやつだ。こんな勝ってこった、こんな勝った。え？恐ろしい。恐ろしい人。MVP 取ってしまった。この展開は予想してなかった。これはもう、マメさん、もうマメさんの独断上でしたよ、もう今回は。恐ろしい。恐ろしい子。コールド勝ち並みの。恐ろしい子。どこで気になるんですか？恐ろしい子。真ん中のこの棒で。十分恐ろしい、その声も。誰ですか、さっきからその声。誰それって思ってたんですけど。暗くよ。誰ですか聞いてなお誰ですか。変なん出てきてる。怖い。こいつ絶対空手とか関係なさそうな。絶対関係ない、これ。空手でもおしゃれは見逃しちゃいけないの。おしゃれはおしゃれでも、これ、おかまのおしゃれだ。ねえ、まめっこ。もう、ダメだ、おしゃれの意味を履き違えている、もう。うんぴやつけないと、うんぴや。あれだから、これ以上やる前に、せつけさん閉めてください。どうにかして。そうですね、閉めましょう。
どうにかして締めないと。何を。なんとかまとめないと。まあ、琥珀の暴走はほっといて。ですね。今回の優勝者は、あ、優勝者が落ちた。優勝者。ちょっと、これはないでしょ。タイミングが。これはいわゆる勝ち逃げってやつですか。あ、勝ち逃げした。あ、こういうことか。初めて知ったわ。出てきて出てきて、これでマメさんですって言ったらもうちょっとなんかあれですよ。あれですよね。いないよ。どこにいんのみたいになってますね。みんなマメさん大量書くんだ。マメさん大量、マメさん大量。これです、マメ。来ました、マメさん来ましたよ。はい。というわけで今回の優勝者は MVP 争奪戦4回も MVP と取っちゃいました。マメさんです。マメさんでした。パチパチパチ。さすがマメさん。やったーん。やっぱ経験の差がね。経験の差ですかね。うんこだってさ、超やってるじゃん。うんこだってさってすごいなんか。なんかめっちゃ言ってたよ。そういう言い方するか。そういう言い方するとちょっと放送できなくなっちゃう。アウトだろ。ピーがいっぱいある。ピーが。ほんとだよ。俺編集大変になるよ。編集がめっちゃ大変になる。編集頑張ってください。私の発言全部ピーだわ。ピーって。こんなからお前のことピーコと呼んだろうか。ピーコと呼ぶの。全部気づいた。今までのあとの出て一番マジなんだけど、ピーコとか。そうなの。私みんなにうんちゃんうんちゃん呼ばれたりとか言われてるからね。クラクは、まあ、クラクは自分で出た。出てきた。クラコ説系か。そうだね。そうだ、クラコ説系だわ。まあ。こんなカオスな、なんか気に入ったから自分で名を乗ってる。こんなカオスなで終わり方できるのですかね。いけるできるいけるいけるし、もう強制的に締めないと、とにかく、はい、締めちゃってください。ちょっと収集つかなくなるんで、はい。というわけで今回の MVP はまあ改めまして言いますと、ママさんです。ママさんでした。というわけで今回の MVP、 あー、あかんねんMVP 争奪戦これで終わりとさせていただきたいと思います。はい、今後また同じようなことをやるかもしれません。その時はまた呼ぶんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対ママさんを呼ぶぞ。MVP 優勝者だからね。優勝者だから目的からはママさんにどうにか勝とうっていう気でやらない。女王がそうですね、趣旨を変えないと。誰がママさんに勝てるかみたいな趣旨になってきますよ。あやばいね。やばいっすね。追いかけの森ってこんなにやばいんだね。やばいですね。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。